試合は2対2で赤浅野選手の判定勝ちでした。続きまして男子グレコロマンスタイル130キログラム級赤山梨学院大学ボルチオレックス選手対青山梨学院大学貝塚選手の試合です。Cマット女子75キログラム級赤日本大学阿部選手対青滋賀館大学堂安選手の試合です。ダブルアクション。
A マット、ただいまの試合は東海戦で赤、ボルチーオリックス選手の判定勝ちでした。C マット、ただいまの試合は4対0で